石破政権発足後初となる新しい資本主義実現会議が開かれ来月にも決定する新たな経済対策に盛り込む重点施策が取りまとめられました日本経済は今変化の兆しを生かし賃上げと投資が牽引する成長型経済を実現できるかという局面にございます国際競争力を高め同時に地方を豊かにしますためにも 今道筋をつけなければなりません会議では経済成長に向けて特に加速して取り組むべき重点施策として賃上げ環境の整備と国内投資の促進による投資大国の実現が掲げられました賃上げの流れを持続的なものにするため価格転嫁を徹底し 下請代金法改正の早期実現を目指すほか、人や研究、設備への投資を官民挙げて拡大し、付加価値の高い新しい製品やサービスを生み出す経済への転換を進めるとしています。このうち石破総理は、最優先に取り組むべきは賃上げだと強調し、最低賃金の引き上げに向けて、早急に 政労・市の意見交換を開催し議論を開始する方針を示しました今後取りまとめた重点施策を総合経済対策に反映し政策の具体化を進めていきたいとしています